こんじゃー、みなさん。なに？冒険行こうぜ、冒険。あ、いいけど、今日ちょっと肩重いんだよね。肩が重い？うん。四十肩じゃないの、それ。いや、40歳じゃないよ。違うの？ピピチのはずなんだけどな。の若いのにような言うてる感じやろ。ヨサの方がおじいさんだよ。おじいちゃんな。そうなんだよね、足は重いんだよね。もうそれ、もう本当に足腰来てるやつだよ、それ。走れないんだよね。走れないの？なんかこれ全力なんだよ。あ、これが全力？絶対嘘。もう、皆さん、そんなドッキリはいらないんだよ、今日は。いや、嘘じゃないから。いや、もういいですよ。いや、ほんと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 。いいから、アイテム取ってきて。うん、アイテム取ってきて、皆さん。え、どこに行くの？ほら、もうダイヤモンド探しに行くぞ。もちろん今日ダイヤの旅だろ。よし。よし、行くか。パンも、うん、パン持ってきたか、ちゃんと。持ってきてない。一瞬、いらないの、パンは。大丈夫。あれ？パンは、何？ツルハシが消えた。嘘、つけよ。ありえねえだろ、そんなこと。キャンプしたら出てくんじゃないのそれ。え、ない。いや、でも出してよ。けどやっぱり足重いわ。どうしよう。絶対なんかドッキリしてるよね。移動速度低下ついてる。なんでついてる。なんでついてんの。重い。何？肩も痛い。どうしよう。よく何を言って、なんかそういうなんか企画やってんの、もしかして。やってない。いや、それ正直言った方がいいと思う。やってないよ。ツルハシ消えた。もう一回ちゃんと持ってきてよ、さん。寿命が短いツルハシがもうなくなった。いいじゃん、じゃあ。食料はないな。あ、松明はあるね。うん、あ、じゃあ、それ松明いいから行こうよ、もう。64本あるよ。64本あるので行けるわ、うん。うん、行こうか、じゃあ。うん、よし。あ、向こうの山に行くかな。ツルさん、また消えた。お前、舐めてるでしょ。舐めてない。舐めてるよね。いや、なくなったんだって。ちょっともう一回取ってくるわ。ありえないだろ、それは。え、どこに行ったんだ。これはひどい、なんか。もうちょっと茶番が繰り広げられてる。違う、ふざけん、ふざけんじゃないよ。分けとこうかな。何よ。ひどいね、今日は。まずはでも、ここで食料のとまずパン取るか。恒例のごとく。うん、村人からパン奪う系ね。もうこれ恒例だから。オッケー。これ恒例ね。オッケー。松明で掘っていく。行くぞー。あれ？なに？手に持っていた松明が消えた。これは分かった、俺。あれだ。チロルさん、バカにしつ…あるじゃん。いや、分けといたんだよ、わざと。分けといたんだ。どうなってんだ、ピノさん、これ。いや、足重いんだけど、ちょっと待って待って。待って待って。え？いや、待って待って。これ、チロルバカにしてるドッキリじゃないの、これ。違う違う違う。ピノはいつだって真面目だよ。よくわかんないけどね。どういうことだ、一体何が言い始めてんのそれ。おな、火、火ついたぞ、火。火事だ。おー、火事だ、火事だ。何があったの、この家。こっちも燃えてる。あー、すごい、めっちゃ燃えてる。あー、こっちだ。すごい燃えてる。なんでなんで、何これ、やばい。熱い。ちょ、何これ。やばいやばいやばい。ちょ、あ、先生、やばいやばい、燃えてる、もう、はやばいやばい。あちゃちゃあちゃ、ジョーさん何したんだよ。あちゃ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 、手打ち石と打ち金持ってるだろ。え、持ってねえよ。見せてみろ。ないよ。ほっ、あー、ピノ人間不信になりそう。いや、俺だよ。俺、完全に俺でしょ、ターゲットされてんの今日。なんでだよ。はん、何もしてねえぞ。ちょっと一回ちょっとパン作ってくるから、もう行ってくるわ。ピノさん、いい加減にしてほしいな、本当に。よし、じゃあもうこれ小麦でちょっとパン作ります。体力終わったんで。さあ、よし、パン食ったんで行こう。皆さん、皆さん、今だな。きょ、え、ちょ、え、きょ、あ、ヒロさん、ちょ、うん、え、なに、ヒロさん、それ後ろなんかついて、あの、見てみて、あの後ろ視点変えてみて、後ろ乗ってるから、これ何？いや、乗ってるじゃんこれ、こう完全に、あの、何が幽霊みたいな、音量ついてる、音量が。何もないよ。え、え、見えてないの、どこ。えー、見えてる見えてる見えてる、どこ、え、誰。え、見えてないの、どこ、え、え、そういうドッキリじゃなくて、チョウさんしかいないよ。え、怖い怖い怖い、後ろ後ろ後ろ、どこ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 、火の玉飛んでて、火の玉？死んだ、あの白い装束、白い装束着た女が肩に乗っかってるけど、ザ・お化け、ザ・お化け、ない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 、がっちりついてる背中に、どこ、がっちり、いや、え、見え
取り憑かれてる、これもしかして守護霊かな。あ、だから重いの。あ、そういうこと。え、でも見えないよピノ、どこ取り憑かれてんでしょ絶対これ。あ、松明なくなった。またこいつが取ってってこと。アイテムなくなったよ。やばいんだけど、ちょっと一回じゃ、どこ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 どはい、ちょっと撮りましたはい、ということでピノさんは一体誰の霊をつけてるんだと思った方はね、気になった方はチャンネル登録、高評価お願いします。お願いします。心配なるよ、でも本当に。どこ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 、これ完全にあの呪われて、なんで俺だけ見えるんだろうね、しかもどこ。いや、一回、まあ、見えないかもしれない、ピノさんには見えない、今見えてないらしいから。うん、これでも撮って、絶対お祓いした方がいいわ、絶対良くないと思う。だからちょっと一回これ、どれでしょう。うん、体重いでしょ。そうそうそう、重いんだよ。で、アイテム消えるでしょ。消える。さっき火ついたでしょ。あ、確かに嫌なことしか起こってないから。あれはチラさんじゃないんだ。ちげえよ、だから違う違う違う、後ろにいるから犯人が。絶対この悪顔がそう言ってるから、顔が違う、見えてない、見えてないんだよ本当にいない。がっつり捕まってるけど、一回ちょっと幽霊ってか悪霊は俺知ってんだよ、 YouTube とか結構見てて、お風呂で浄化しやすいらしいから。俺お風呂作ったけど、ちょっと待ってて。お湯で浄化されるってこと。まあそういうことだね。お湯に弱いの。そうそうそう、一回もケーキでも食べたんで。うん、いらない。オッケー、ちょっとここお風呂するわ。この水使ってちょっとお風呂するわ。うん、ちょっと待っててね、作るから。土風呂。え、違う違う、石にするから、ちゃんとちゃんとするから。オッケー、こんな感じかな。オッケー、皆さん温泉できたよ。あー、使って。うん、土風呂だな。まだ仕方ねえよ。これね、お風呂でね、お風呂入ったらね、悪霊とかのく結構いなくなるって聞くからな。どう？いる。まあそうだね、いるね。まだついてるの？全然取れてないね。いやー、うん、足重いんだよね。むしろもう友達みたいになってるね。うん、女風呂に二人使ってるみたいになってるね。いやもうどうすんのこれ本当に。可愛いのかな？かなり不気味だけどね。なに？顔変わった。顔が変わった？なの？ちょっと出た方がいい、出た方がいい、出た方がいい、これ。なの？近い近い近い、後ろに乗ってるやつの、あの名前つけようか。一回それ読みにくいからその名前決めようか、その子の。わかった。ピノさんにしがみついてるから。うん。しがみつき子さんで行こう。しがみつき子さん？しがみつき子さん。おー長いね。長いけどね。しがみつき子さんが顔変わった。顔が変わった。多分これお風呂に入って、多分これ俺ずっと俺見てんだよこれ。正直今しがみつき子さん、あ、見られてるの。ずっと見られてるの。かなり目から血流して、流れながら見てんだよ俺のこと。相当怒ってんだよこれ。どんな顔なんだろう。見ない方がいいと思う。一回こっち来て。オッケー。お風呂はダメだ。お風呂ダメ。うん、もうダメ。でもお祓いに行った方がいいんじゃないかな。そうそうそう、この村にね、ちょっとその神社じゃないけどちっちゃいお祓いできる場所あるから。あ、そうなんだ。そこ行こう。ええー。ちょっと距離開けてからついてきてね。うん、大丈夫だよピノ、足遅いから。あ、そうかそうかそうかな、二人分、それ一人背負ってたら遅いわな。ここここ、ピノさん、ここね。このあ、ほら、神聖な村人さん、こんにちは、すいません、助け、村人さん、あれ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 、村人さん、やばいですよこれ本当に。よし、ピノさん上がってくる、ここ。あ、すいません、お願いします。ここです、ここ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 ちょっとほら、ちっちゃいけどね。うん、まあここでお祈りしたらいけるかもしんない。もうがっつり顔つかまれてるけどもうがっつりしがみつき子さんにがっつりでされてるけど、もう お祈りしようか。成仏ね、成仏してください。お願いします。お願いします。ピノさんから、ピノさんから話してください。お願いします。こいつほんとに、なんか飛んだ。え、大丈夫か。あ、大丈夫か、ピノ。生きてる？生きてる。ジャンプしたの？いや、飛びすぎだね、今の。いや、ピノの力じゃないよ。まずいね。しがみつき子さん、これかなり怒ってるね。まずいね。ちょ、やばいね、本当にこれ。一回。あ、なんでピノなんだよ。なんでチロウさんじゃないんだよ。なんか、行ってない心霊スポットとか。行ってない、行ってない。神聖の場所の神社で飾ってるパンとか食べてない。食べてない。本当に。幼いもの食べてない。そう、幼いもの食べてないか。あ、そうかそうか。
最近千穂さんが都市伝説見るからかな。そう、俺ね都市伝説の YouTube ばっか見てんだよね。関係ないでしょ。絶対関係ないでしょ。マジで怒ってんなこれ、しがみつきこさん。あ、ケーキ食べよ、ケーキ。そうだね、一回。よしよし。今の確かになんか人のね動きじゃなかったね、今の。明らかになんか吹っ飛んでいくような動きだったね。これちょっとまずいから、うん、山の上で儀式開きましょう。儀式？もうそれしかない。これもうしがみつきこさん早くどけないとピノさんは命危ないわ。儀式の方法知ってるの？まあまあまあ、都市伝説の見た、YouTube で見た確か。行こう。もう全部 YouTube。この山にあるからピノさん。この山。オッケー、この山の上でやろう。マジか、ピノさん、これ重いな、ほんとに。登っていこう、登っていこう。ね、行きましょう。この上にあるから、ピノさん。おぉ、なんか勝手に動いてる。大丈夫か？え、どうしよう。おい、ピノ、止まれ。え、勝手に動いてる。痛ぇ。嘘つき、嘘つき、嘘つき、止まれ。え？え、動かせないよ。何？動いてる、動いてる。やばいやばい、なんか嘘でしょ、ほんとに。うん、本当に。やばいやばい、ちょっと止めて。いや、止められねえよ、だって行かせねえ。押される。ちょっと、皆さん待って。体が勝手に。え、やばいって、それ操られてんの、誰かに。ちょっと、止めて。動けないよ。やばい、そこ、やばい、そこ、登っていってるか。すいません、やばいって、皆さん、そこ、ダメだ、止めて。え、どうしたらいいの。ダメダメ、そこ、本当に。あー、なんか高いとこ行ってる。ダメ、本当に。死んだ。急いで戻ろう、ピノさん。マジか、今の確か動きがなんか違うかったな。本当になんか操られてるかのような動きだったけど。あ、ピノさんいる。ピノさん大丈夫か。でももしかして今の取れたかもしんない。取れてないよね。大丈夫。うん、全然大丈夫じゃないよ今の。リスポンした。え、なんでわざとじゃないよね今の。違うよ。まずい、これかなり儀式嫌がった。これ深刻だ。やばいね、ちょっと深刻だよ今の。本当にあの取り付けられてる人の動きだったわ。ちょ、これ儀式開くわ。もうここでやるしかない。もう草抜けて一回やろう。はあ、ふざけてる場合じゃないから。今の中心に人が入れるようにまず囲います。うん、あとはね、こうやって真ん中からふんふんふん円になるようにねします。まあ四角だけどね今回は。よし。おお、なんか違うよ、ジローさん。よし、ちょっと適当じゃないこれ。何何何、大丈夫、大丈夫そうこれ。でも形おかしいけどね。左右対称じゃないよ。よしよし、ごめん、間違えた、間違えた、違うとこ行こう。ごめん、間違えた、こっちでやろうか。ごめん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 、焦ってるわ、本当にごめん。ごめんね。重いよ。ピノさんが呪われるぐらいだったらね、俺が呪われて、もうピノさんのね、もうベッドの横に置いとくから今度また。最後ね、ピノさん落ち着いて、数間違えないようにね。オッケーオッケー、間違えない、オッケーオッケー。あとこのまま引っ張ってきます。オッケー、これで合ってる。これだ、これで。じゃあ魔法陣形を作んのよ、ピノさん。魔法陣ね、お的みたいなのができましたね。あとはね、このレッドストーンでね、ちょっと魔法陣っぽくして、魔法陣っぽくしてね。まあこの辺りに多分焚き火かなんか置いとけば、松明だね。あと松明でちょっと囲うように、円を囲うように松明を置きます。オッケーオッケー。で、皆さん真ん中に入ってもらおうか。オッケー。除霊いくよ。しがみつき子さん、そいつにしがみついても何もいいことありません。むしろ不幸になるだけです、あなたが。そいつは本当にクズです。なんで？だから出ていてください。はい。行けよ。おお。おお、なんだ今の。ピノさん、いなくなったよ、しがみつき子さん。嘘。いなくなった？いなくなったよ。いなくなったの？マジ？いなくなった今。煙ポーって。軽くなった。よかった。いや、すごくない？軽くなった。チルさんありがとう。いや、どういたしまして、よかったよ。うわ、マジか、よかった。皆さんすごいねこれ、本当に。みんなもちょっとね、呪われたらこれちょっとやってみて。うん、ダイヤモンドを取りに行くか。うん、よかった本当に。よかった。やっぱあるんだね、そういうこともね。実際起こるんだって今ね、初めて思った。いや、ちょっと見てみたかったな。ちょっと見てみたかった。うん。何ピョッ、あー、嘘だろ。え？ついて
る。オンじゃないよ、オンギョン。あ、これか。ひみつきこさん、これか。ああ、いいの。まあ、あれだ、ダイヤモンド取りに行こうぜ。まあ、見てないことにしておこう。見てない、行こっか。見てない。だってあれはね、払ったらまた誰かのとこ行くんでしょ。もうあれでいいでしょ。もう俺のとこ来るカメだからね。まあ気にせず行こうよね。うん、関係ないから俺たちには。よし。